ポケットモンスターシリーズダイヤモンドパール、このリメイク作品が先日発売されましたが、バグの嵐ですごいことになっています。今回はそのバグたちをまとめてご紹介していきたいと思います。はい、ありがとうございます。サーシーブーです。まずは個人的に一番好きなバグ、その名も主人公無限増殖バグです。初めて見た時めちゃめちゃ笑ったんですけど、これめちゃめちゃ面白いですよね。ポケモンから影分身を教わったのでしょうか。今後の主人公が覚える技にも期待です。続いて名前自動変更バグです。卵から孵化したばかりのピンプクの名前がエミールになってたりザーボンになってたりもう大変です。中にはソースコードのようなアルファベットのみになるパターンもあり、何がどうなってるのかよくわかりません。お次はド迫力エフェクトバグ。漫画でよくある集中線みたいなエフェクトが戦闘中にずっと付与されてしまうバグです。画面中心部分以外よく見えなくて非常に困ります。というか中心がマシなだけで中心もぼやけてます。時空が歪んでる。船着き場派手派手バグです。パルキアの悪空切断で時空が歪んだのかって思うぐらい変な色をしています。もともと船の下には水の泡のようなエフェクトがあるのですが、それがうまく読み込めなくてこんな色になってしまったのでしょう。なんと稀にポケモンも同じ色になってしまうらしい。あー怖い。RTA 必須テクニック怪力スキップ。怪力中にメニューを開くとメニューを開きながら移動できてしまうバグ、そしてその移動中はトレーナーに見つからないという RTA ではとてもありがたい仕様になっています。森の横にヨラ見つけたよと思ったら自分がヨラだったバグです。お前が浮くんかい。ちなみに浮かずに壁にめり込むパターンもあるらしいです。ガチで幽霊。年寄りをバカにするんじゃない。このぐらいの段差なら上り下りできるぞい。水ジム段差バグです。もうロッククライムなくても山登れそうですよね。ちなみに別のバグにはなりますが、主人公を溺れさせることができます。進行負荷になってしまうので注意が必要です。迫り来る不安定たちから交換を開始しますバグ。シロナを倒してエンドロールで一段落と思ったらこの仕打ち。3匹でこちらに向かってきているのでもう怖くて断りたくても断れません。急に行きたくなってしまった型破りトバリシティバグ。ビゲストは型破りだ。トバリシティへ行こうの語呂が良すぎて個人的にめちゃめちゃ好きなバグです。やっぱりこのバグの波に乗らないと。新波乗りバグです。原作ダイパで超絶有名だった波乗りバグが装いを新たに帰ってきました。このバグを応用することでシェイミのいる花畑に行けたり、ダークライがいる島に行けたり、とりあえずすごいです。いやお前ちょっと待てよ。引きずり下ろしバグです。ロッククライムで上に登ったのに下に引きずり下ろされる脅威の力。波乗りバグ同様、トレーナーと戦闘に入る直前のラグのせいでいろいろなバグが発生してしまうようです。バグじゃないけど見てほしい。フローゼルのケツからハイドロポンプ。もともとお尻から水を放射するアニメーションだったようですが、ダイパリメイクではフローゼルを入手する機会が多く、この事実に気づいた方が増えたようです。逆ウォシュレットすごすぎる。ちなみにカスミも以前放送事故で大変なことになっていました。今作もいけるんかーい。謎の場所バグ。ゲームの進行上本来は行くことのできない裏世界を謎の場所と呼んでいますが、今作もしっかり行くことができます。どのゲームでも大抵すり抜けバグとか見つかってしまうからプレイヤーって恐ろしいですよね。彼氏は実はのっぺらぼう？男の目玉が取れるバグです。バトルが終わって油断したのか、彼氏が目をつむる際に一瞬目玉がぬるっと取れています。本当は人間じゃないのかもしれません。
停電なんか知らん不法入国バグ。8つ目のジムがある渚シティ前に停電してるから通れないよおじさんがいますが、このおじさんをスルーして通ることができてしまうバグです。これにより通常より早いタイミングで8つ目のバッジが獲得できたり、銀河団を放置したまま殿堂入りすることができます。ちなみに銀河団と決着をつけずに殿堂入りをすると、銀河団はオブジェクトとして槍の柱に永遠と待機するようになります。これも RTA やるなら必須。ホーリージムギミックスーパースキップ。シンプルに謎解きが難しいジムですが、全てをスキップしてジムリーダーと戦うことができるバグです。もはやずるい。同じく氷ジムのバグですが、こちらは進行不可になってしまう危ないバグ。他にも進行不可になってしまうバグは大量にありますが、出くわしたらタイトル画面に戻り、十字キーの上と B ボタンと X ボタンを同時押しでバックアップデータからやり直すことができます。ご安心を。突如選択を迫られたらあなたはどうしますか。突然の選択バグ、はいを選んだらどうなっていたのか、あなたは知る由もないでしょう。これが本当のブルーオーシャン、木の実ブルースクリーンバグです。ポケモンの持ち物から木の実を植える人はそうそういないと思いますが、お気をつけください。スキップスキップスキップ、居合斬り怪力スキップバグです。もうこれだけすり抜けできるんだったら、いつかバッチ0個で殿堂入りする猛者が出てきてもおかしくないですよね。飛んで飛んで飛んで段差飛び越えバグです。すり抜けの次は飛び越えるという、もう移動に関して何でもありになってきましたこちらのゲーム。今度は浮くんかーい。浮遊バグです。早く穴掘って地面に潜れるバグも見つかってほしいですね。まさかの無限増殖、ディアルガパルキア増殖バグです。銀河団のボス赤城戦後にディアルガもしくはパルキアを倒し殿堂入りした後限定ではありますが、捕まえても捕まえても生き返るバグが存在します。さすが時と空間を自在に操るポケモンってことでいいのかな。今度は全ポケモン全アイテム無限増殖、通信交換で切断したら分身しちゃうバグ。グローバルルームで通信交換待機中にタイミングよく切断すると、交換に出したはずのポケモンが手元に残っていて、かつ相手の手元にもポケモンが届いてしまうという昔ながらのバグが健在。これによってマスターボールとか不思議な飴とか技マシンとかアイテムまでも無限増殖なのがめちゃめちゃヤバいです。なお切断のタイミングがかなりシビアで、ミスをすると一定時間交換ができなくなるので要注意。バグじゃないけど面白い、オーバーロケット弾事件。ちゃっかりディアルガをパクるオーバーのその後ろ姿はロケット弾に勝るものがあります。体を張って攻撃するなんてすごいよ。体当たりおめでとうバグです。どうしたらこんなバグが生まれてしまうのか開発人に聞いてみたいですね。そこに座布団あるんだから座りや。じいさんばあさん立ちっぱなし事件です。こちらもバグではなく原作を忠実に再現した結果異常な事態になってしまった事件です。座るモーションぐらい増やしてもよかったやんって思うんですけど。ああ最弱にして最強、いやビッパ大げさすぎだろバグです。伝説のポケモンとの戦闘アニメーションが適用されてしまったようで、ビッパがものすごく強い神話生物に見えます。というわけでいかがでしたでしょうか。なかなかバグとツッコミどころが多いですよね。個人的にはバッチ0個とかバッチ少ない状態でもバグを駆使して殿堂入りしてみたいですね。なんか頑張ったらいけそうな気がする。波乗りさえ使えればどこにでもいけそうな雰囲気を出してるこのゲーム相当すごい。各バグたちの引用元は概要欄にリンクを記載していますので、詳しく見たい方はぜひそちらをご覧ください。進行不可になってしまうバグなどいろいろ問題もありますが、バックアップデータで回避できて
たり対策もできますので、もしねまだダイパリメイク買ってないけど気になるよって方はぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモ、それではまた、アディオス。